レスリング柴田参上。やらかしたユーチューバーを真っ先に全力で叩け。昨日の友は今日のネタ、気づけば友はいないけど、孤独を抱いて悪を打つ、悪口言っても心はい、どうも、柴田です。今日は渥美拓真くんの話をしようと思います。渥美拓真くん、釣り YouTuber で、結構その世界各国にこう飛んでですね、世界の怪魚と、を釣り上げる、結構人気の釣り YouTuber、渥美拓真くんっていう子がいるんですけども、彼が自身の Twitter、そして動画でですね、急性前骨髄性白血病であることを明かしました。で、この病気ですね、まあ、一応こう調べると急性骨髄性白血病の一種で、前骨髄球が癌化する白血病ということで、まあ僕もあんまり詳しくないですけども、まあ、一応白血病っていうのは血液の癌、血のがんって言われてるんですよ。っていう感じで、まあ結構その大きな重病にかかっていることを告白されてました。ただ、まあ僕一応こう調べたら、一応ね、今はこの病気の、なんていうの、治療が結構進歩していて、生存率っていうのは結構高いみたいです。90%、80%、10年生存率が 90% か 80% を、超えるのかな。ということで、まあまあ、今だったら、今の今医学の進歩だったらこう結構助かる病気らしいです。はい。で、まあ渥美拓真くんなんだけど、全く柴田と関わりがないわけじゃなくて、実は、何年前くらいだろうな、1年前か2年前ぐらいに一緒にコラボで動画を作りましょうってこう話してた時期あって、でそれが、まあ、ツイッターでの DM でやり取りをしてたんだけども、まあ、俺が、まあ、ある時ツイッターをバンされちゃって、でそれから渥美くんとこう連絡が取れなくなっちゃったっていうのと、まあ、ちょっと俺が、去年はちょっとパチンコで忙しすぎて、その釣りをする、釣り対決とかコラボをするね、時間がちょっと作れなくて、結局コラボがなんだかんだこううやむやになって、コラボせずに終わったんですけども、まあ、そんな話があったんですわ。っていう中でのちょっとこれで、まあ、正直結構そのショックを受けました。ただまあ治るらしいんでね、まあ頑張ってっていうのを病人に言うのもおかしな話で、だって頑張んなきゃ死ぬんだからね。だからまあもちろん頑張るんだけども、頑張るとは思うんだけど、まあ、こう無事に帰ってきてくれることをね、僕は祈るばかりなのですが、ただ僕ねちょっとねこれね、渥美くんがもしこの動画を見てたらちょっと聞いてほしい。僕に提案があるんですよ。渥美くん、これから治療で約半年間治療に専念しなくちゃいけなくて、まあその彼のね、渥美拓真チャンネル、YouTube の渥美拓真チャンネルの更新がちょっと今まで通りできなくなる。まあそれはそうだよね。病気なんだから、釣りとか行けないから、今まで通りの更新ができなくなる。ということで、この柴田にあなたのチャンネルをくれませんか？半年間。で、僕、まあ、釣り動画、僕のチャンネルで上げても、なかなかみんなに見てもらえないんで。で、僕が、でも今、でもなんだかんだ、2日に1回、3日に1回ぐらいは動画にしてないけど、釣りに行ってるのよね。なんで、僕が、釣り、撮った釣り動画、編集した釣り動画を、渥美くんのチャンネルでアップします。半年間。で、まあ、ついた、まあ、収益とかは、まあ、まあ、渥美くんはそれ持ってってください。それは。僕はまあ、僕の釣りをしてる姿がみんなに見てもらえるだけでいいんで、どうせね、
あのカメラも回さずに釣りしてるぐらいだったら、せっかくだったらカメラ撮って、動画にして、で厚見くんのチャンネルでアップしようと思うんで、厚見くんのチャンネルをね、柴田の釣りチャンネルに半年間させてもらえないでしょうか。そうしたらね、厚見くんのチャンネルもね、半年間こう何にも動画が上がらずね、シーンとなっちゃって、でなんかこう登録解除とかなんかね、あのじわじわされていくこともなく、チャンネルが生きてるから半年間なんで、柴田に任せてはいただけないでしょうか。でもしね、もしもうね、厚見くんが死んじゃった時は、こう俺はもうそのまま僕はもらうんで、まあ、その時は、まあ、あの、厚見くんの意思を僕は受け継いで、チャンネルをもらおうと思うんで、どうでしょう？いかがでしょうか？はい。っていうのは、まあ、半分冗談で半分本気なんですけども、で、厚見くんが、いいねって思ったら、まあ、連絡ください、メールに。でね、僕は、まあ、これ、半分冗談って言ったのは、これね、キーね、こういうことをやった方がいいんじゃないですか。厚見くんは、気まぐれクックを、なんだ、YouTube 業界に誘った人間でさ、で、気まぐれクックとか、もうあのキーで、で、ブライアンとか、あと、厚見くん自身もキーっていう、ラファエルさんが出資して作った YouTube の事務所にね、まあ入ってるんですけども、キーが率先して、ちょっとこういう、なんて言うんだろうな、まあ半年間動画が厚見くん上げられないってことなんで、なんか彼の手助けになるような、彼の生活とか収入をなんかこう、保証するような何かこう働きをちょっとしたら、どうですかね。まあ例えばなんですけども、まあキーのクリエイターから、まあ数パーセントちょっと月の収益を半年間募ってですね、まあその分を厚見くんにあげるとか、まあそうじゃなくても、まあ会社なんで、まあ会社の利益の、からまあその厚見くんの、なんて言うんだろうな、こう生活費というか治療費なんかを、まあ会社がこう補填するであるとか、もしくはこう、まあ、週に1本、YouTuber のクリエイターが、キーに所属するクリエイターが、まあ、週に1本でも、その動画を作ってですね、で厚見くんのチャンネルにこうアップすると、それぞれの YouTuber からもらったチャンネルを、アップする。そうしたら、まあ、半年間、まあ、そのチャンネルって動画をね上げ続けなきゃ死んじゃうんで、腐っちゃうんで、まあ、厚見くんのチャンネルが腐ることなく継続されてですね、まあ、半年後復帰した時にそのチャンネルが生きた状態で使えると、いうのこういうのいかがでしょうか。はい、吉本興業なんかが若手のね、要はギャラが少ないと、お給料が少ない、要は自分が営業をやってもテレビ出ても吉本が9割持ってっちゃうとかいう話あるじゃん。あれ実はね、なんかまあ、この芸能事務所、まあ、吉本興業が互助会みたいな、ちょっとシステムになっていて、まあ、今は仕事がもらえてない、今は仕事がない、その要は年老いた芸人さんが食えるようなシステムになってんだよね。だから昔はその頑張って働いて、お金をガンガン稼いだんだけど、まあ、今はやっぱこう仕事も少なくなっちゃって年老いた芸人さんがもう死んじゃうじゃん。そうしたらゲームもできないし死んじゃうっていうことで、そういう芸人さんを生かすために、そのお笑いの事務所とかはこうちょっと互助会的なシステムを取ってるんですよ。で YouTuber の事務所もせっかく事務所であるんだから、 YouTuber に案件を振るだけじゃなくて、こういったそのちょっと互助会的な、もう本当に今厚見くんを助けなければ何のための事務所だと思うんで、まあキーはちょっと考えてですね、厚見くんをサポートするような何かをこうちょっと考えてみてあげてほしいなと、あげてくださいと思いました。はい、思います。はい、そんな感じ。まあもしキーがやんないんだったら僕はチャンネル預かってもいいんで、はい、ちょっと考えてみてください。そんな感じでですね、厚見拓磨くん、急性前骨髄性白血病ということで大変な病気ですが、まあ死ぬ病気じゃないんでね、戻ってきてください。戻ってきた時に僕と琵琶湖で釣り対決しましょう。そんな感じで柴田でした。